はい。それでは本日は一級建築施工管理基の学科試験、平成29年、問32番施工、その他の工事、建設機関について解説していきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄の方に記載されておりますので、そちらからご覧ください。重量運搬機器に関する技術として最も適当なものはどれか。1、クレーンのブーム、ジブ、先端から地表まで60メートル以上の高さとなる場合は、原則として航空障害等を設置する。この問題は正解です。まずこれ、えー、ジブクレーンというものですね。まあ、このジブクレーンというのは、 ここにジブがついたものになります。まあ、ジブというのはまあ起伏、伸縮、旋回が可能な実をつるための腕状の構造物のことを言います。まあ、これがですね地表から先端まで60メートルある場合に関しては、このような航空障害灯を設置しなければいけないという流れになりますので、この1番に関しては正解です。それでは2番。2> ジブを有するクレーンの定格荷重とは、吊り,り上げ荷重から フックなどの釣り具のの釣具重重重量に相当する荷荷を除いた荷重のことである、えー。この問題は正解です。まずこのジブを有しないクレーンというものは何かというと、このような橋型クレーンであったり天井クレーンという、このジブが付いてないようなクレーンのことを言います。まあ、このようなものですね、まあ。こちらに関しては、この定格荷重、えー、安全規則で定め,定められた荷重に関しては、まあ、この荷重の重さからフック等の、まあ、重量と同じぐらいの重さを引いたものとするという流れになります。なので今回の問題に関しては、 このようなジブの有しないクレーンに関しては、釣り荷上げからフックなどの釣り具を重量に相当する重量を除いたものと書いてあるので、この2番に関しては正解となります。それでは3番。えー建,えー、建設用リフトの停止会には、荷、えーの,えー、の積み下ろし口に遮断設備を設ける。えー、この問題は、えー、正解です。 まずこの建設用リフトというものは何かというと、まあ、このような上階に物をウィン運んでいくものを建設用リフトと言います。でですね、建設用リフトにはこのような遮断設備を設けないといけません。まあ、これは何かというとこの上,上まで上階までウィンンと特定の階まで行ったときに人災を避けるためにこのような遮断設備を設けることによって、まあ、人災を避けることができます。まあ、リフトが停止する階においては、まあ、このような人災を避けるためにリフトと積み荷の間にこのような 遮断設備、まあ、柵のようなものを設けることによって、まあ、安全に、えー、作業を行うことができるので、この3番に関しては正解となります。それでは4番。ロングスパン工場エレベーターの半期の、えー、傾きが八分の一の勾配を超えた場合に、動力を自動的に遮断する装置を設ける。えー、この問題は、えー、間違っております。まずですね、この問題、えー、結,結論から言うと、八分の一が1分の一というのが、えーまあ、覚えておいていただければと思います。 あが答え、ま、が個体になります。でですね、このロングスパン工事用エレベーターというものは何かというと、まあ、このようなスパンに長い、えー、まあ、人を乗せて、ウィーンと上まで上がっていく。このようなものを、こう、えー、ロングスパン工事用エレベーターと言います。で、今回の問題に関しては、傾きが10分の1以上を超えないようにするというのが、まあ、原則として定められています。でですね、この傾きというのは、こっちからこっちまで、例えばなんですけども、まあ、5メートルもので、ものであれば、この一番左と一番右が、 50cm、50センチ傾いていれば傾きが10分の1になります。この10分の1を超えないように自動的に停止する装置を備えることが原則として定められています。今回の問題に関しては1 8分の1と書いてあるので、これが10分の1というのが安全上で定められた数値になりますので、これも暗記になるんですけども、こちら覚えておいていただければと思います。今回の問題、4番が間違えているので、4番が答えとなります。